目黒蓮、ジャニーズ問題で、幻、となった電波ジャック、声明発表、TBS は所属タレントの番宣出演見合わせへ。目黒蓮主演のドラマ、トリリオンゲーム、TBS 系、イカドーが9月15日、最終回を迎えた。SNS には、視聴者から、最終回、景気よく終わってハッピーだった。毎週春の行動にはハラハラさせられたよう。ドラマのトリリオンゲーム面白かった。続きが見たいから、ぜひ続編制作お願いします。と、内容への評価や、続編を望む声などが寄せられた。その最終回放送の12時間前、目黒の姿は TBS にあった。情報番組、ラビットに、ドラマを盛り上げる番宣のために出演していたのだ。こちらもドラマ同様、SNS では、このご時世ですが、朝から目黒蓮 VS 福本大成 VS 佐野雅也のマリオカート対決を見られるのがラビットの良いところ、と、朝からキャストの出演に喜ぶファンからの声が集まった。しかしながら、このような形で、テレビでジャニーズ事務所の所属タレントを見られる機会は、減っていくかもしれない。